皆様こんにちは、自動車整備士のメガネかけるです。今回は車の日常点検についてご説明しようかなと思います。多分免許取るときに自動車教習所で習っていると思うんですけど、運行前点検って呼ばれてたんですかね。これは日本の法律の道路運送車両法第47条に、自動車の使用者は自動車の点検をし、および必要に応じて整備をし、適正な状態を維持しなければならないと定められています。自動車の使用者というのは普段車を乗ってらっしゃる使用者の皆様なんですよね。これは例えば車のタイヤに亀裂があったり、異音がしたままそのまま乗ってて故障して事故が起きて、最悪の場合怪我人が出た場合によっては、使用者に過失があると取られ、法に定められているので罪に問われかねないということですね。でも日常点検のやり方忘れたし、そんなやってる時間ないって方結構多いと思うんですけど、今回は45秒で日常点検ができるって動画なので、ぜひ最後まで見ていってください。それで皆様、45秒で何ができるってボカロの歌知ってますか？せっかくなのでこの音楽に合わせて最初やってみて、後ほど詳細を説明いたします。必要なものは軍手と物差しとウエスになります。ではやっていきたいと思います。はい、いかがでしたか？何がグッドやねん、本当にそんなんで点検できてるんかってツッコミがありそうなんですけど、とりあえずのイメージ動画として見ていただいて、順番にご説明していきたいと思います。こちらは国土交通省のホームページより無料でダウンロードできるもので、こちらを元にご説明していきたいと思います。ここにも冒頭でお話ししたことがちらっと書いてありますね。車検は安全環境面で国が定める基準に適合しているかどうかを一定の期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。したがって使用者は日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用に応じた適切な保守管理を行う必要があります。それで日常点検は全部で15項目あるので、順番にご説明していきたいと思います。はい、まずは1番のブレーキ液の量ですね。これはブレーキは油圧で動いて車を減速させるので、漏れなどでこのオイルが入っていないとブレーキが効かずに大変危険です。あとはブレーキパッドが減ってくると同時にこのオイルも減ってきます。点検方法として、このタンクの中のオイルがマックスとミニの間にあるかです。分かりにくい場合はこの動画のようにこのタンクをちょっと揺さぶってみると分かりやすいと思います。2番、冷却水の量。こちらの液は読んで字のごとくエンジンの冷却をしている水で、適切な量が入っていないとオーバーヒートしてしまい、エンジンが壊れてしまいます。こちらもこのタンクの中にマックスとミニの間、適量入っているか確認してください。こちらの液はメーカーによってピンク色だったり緑色だったり水色だったりしますよね。こちらも揺らすなどして確認してみて、見づらい場所についている場合はこのようにキャップを開けて覗いてみてもいいと思います。最悪空っぽの場合、こちらの冷却水でしたら応急で真水を足していただいても構いません。3番、エンジンオイルの量。これはエンジンオイルが入っていないとエンジントラブルに直結しますね。よくエンジンオイルは人間の血液と一緒なんて表現されますが、その通りで、少なかったり真っ黒だったりドロドロだったりしたら調子が悪くなってしまいます。点検方法として、最初にオイルレベルゲージを一度引っこ抜いて抜き取り、再度入れて抜いて確認します。あれ、さっきの動画で1回しか抜いてないやんって思った方、よく見てらっしゃいますね。もう何テイクか取っていて、オイル量も把握してしまってて、急ぐあまりつい省いてしまいました。こちらもゲージの先端の範囲内に適量入っているか確認してください。4番、
バッテリー液の量。これはバッテリーに不具合があると一番多いトラブルがエンジンがかからなくなりますよね。そうならないためにもバッテリー液の量も重要なんですけど、このように液補充不要のメンテナンスフリータイプもあったりするので、使用度合いであったり比重計のチェック窓がついている場合はそちらからバッテリーの状態を確認してもいいと思います。バッテリー液も適正範囲内に液が入っているか見にくい場合は車体を揺らすなどして確認してみてください。5番、ウィンドウ押した液の量。意外と空にしてしまう押した液ですよね。これは体験したことある人結構多いと思うんですけど、窓汚れてるし押した液出して拭き取ろうって思ってスイッチを押してもモーター音しか聞こえてこず空だったってパターンです。意外と視界悪いままで焦りますよね。これは市販の押した液で構いませんので、地域によって凍らない程度の濃度にして満タンに入れておきましょう。6番、ランプ類の点灯点滅。これはこちらにも書いてある通り、ランプ類が切れていると他社に意思表示できないし、おまわりさんに怒られるので一周してチェックしておきましょう。7番、タイヤの亀裂損傷の有無。タイヤが破裂したりパンクしたりすると操縦性を失い大変危険です。確認方法としては目視で亀裂や損傷がないか見て、次にタイヤを一周触ってみて引っかかりがないかです。8番、タイヤの空気圧。空気圧が低いまま走行すると燃費が悪化したりタイヤが変摩耗したりして結果経済的に良くないんですよね。点検方法としてエアゲージを持っている方はそちらでチェックしていただきたいんですけど、持っていない方がほとんどだと思うので、普段から気にして見ている人であればいつもよりたわんでるなとかわかると思うので、一度適正な空気圧に調整した際たわみ具合を確認しておきましょう。あと私が動画で叩いているのは叩いた時の反発具合と音で判断しています。ちなみにタイヤ屋さんだと叩いただけでパンクしているかどうかもわかるそうです。9番、タイヤ溝の深さ。雨の日の走行の際にタイヤ溝はとても重要で、タイヤが水で浮いた状態を防ぎタイヤの外へ排水する役目をしております。それでこの溝が 1.6 ミリを切ると大変危険と言われており、車検にも通らないので交換の対象となります。目視で判断できない場合は物差しなどで測ってみましょう。10番、エンジンのかかり具合、イオン。これは基本エンジンがかかった状態でイオンがする場合異常を知らせるサインなので、原因が特定できない場合車屋さんに見てもらいましょう。チェック内容としてセルモーターが勢いよく回ってクランチングスピードが適正かどうか普段と比べてみましょう。またエンジンがかかった時聞き慣れないイオンがしないかどうか確認しておきましょう。11番、ウィンドウ押した液の噴射状態。これは5番でも説明したんですけど、汚れたタイミングで押した液が出ないと視界不良で大変危険なのでチェックしておきましょう。12番、ワイパーの拭き取り能力。ワイパーの拭き取りが悪いと雨の日の運転の際に視界確保できなくなり大変危険ですよね。押した液を噴射してからワイパーを動作させて試してみましょう。13番、ブレーキの踏み残りしろと聞き具合。これはエンジンをかけて強く踏み込んだ際にどんどん奥まで入り込んでいかないか確認してください。それでこの踏み残りしろは車種によって異なり、車に取扱説明書が積んであると思いますので、そちらに書いてあるサービスデータを一度参照して確認してみてください。14番、駐車ブレーキの引きしろ。これは駐車ブレーキの引きしろが多いと効きが甘かったりするので、チェックの方法としてこちらも先ほどご説明した取扱説明書のサービスデータに適正なノッチ数の記載がありますので、そちらを参照し確認してみてください。15番、エンジンの低速加速の状態。これはスムーズな加速ができないと合流の際などに後続車より追突されかねないので、あらかじめ確認しておく必要があります。実際に走ってみてスムーズな加速ができているかが一番重要なのですが、発車する前にアイドリング時のエンジン回転数が一定かどうかと、空ぶかしでもスムーズにエンジンが吹き上がるか確認しておきましょう。いかがでしたでしょうか。そんなに難しくはないですよね。これは別に45秒でやれってことではないので、最初慣れないうちは時間があるときゆっくりやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったって方はグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。